はいどうも皆さん、こんにちは。コミュニケーションコミュニティ、略してコミコミのチャッキーです。それではね、今回もコミュニケーションに関するちょっとしたノウハウを一緒に学んでいきたいと思います。今回のテーマはね、こちらですね。コミュニケーションには種類があるっていうことでですね、ビジネスコミュニケーションとプライベートコミュニケーションっていうものが、まあ、そのコミュニケーションの種類としてあるんだよっていうお話をしていけたらなと思っております。 このね、コミュニケーションコミュニティ略してコミコミはですね、コミュニケーションを通じて人生を豊かに把握するっていうことをコンセプトに、まあ、仕事やプライベートで役立つちょっとしたコミュニケーションに関するノウハウを共有できたらなと思っているチャンネルになります。ぜひね、ちょっとした隙間時間にでも見ていってもらって、コミュニケーションに関する知識をつけて人生が少しでも豊かになってたらなと思っています。それでは早速本題に行きたいと思います。 でね、あのこのチャンネル見ていただいている方、ね、コミュニケーションに関して少し関心がある方かなとは思うんですけども、まあね、本屋さんとかに行ってみると分かるかなとは思うんですけども、まあ、コミュニケーションの本って、ね、結構たくさんあるとは思うんですね,、まあ、ねいろんな角度からコミュニケーションっていうアプローチをしてまして、まあ、いわゆるこうトークスキルに関するコミュニケーションであったり傾聴、まあ、力聞く力ですよねそういうところにフォーカスを当てたコミュニケーション、まあ、思考力考える力 にフォーーカスを当てたコミュニケーションで、伝える力力とか雑談力ですよね。なので、まあ、いろんな角度からコミュニケーションっていうことを言われているんですけども、まあ、僕自身も最初そうだったんですけども、まあ、ぶっちゃけですね、まあ、たくさんあって結局よくわからないというところがあるとは思います。なのでね、今回はこの動画ではね、あのここだけをこう押さえてもらったらなっていうところで、こちらですね、コミュニケーションには効率性というものと正確性のグラデーションで分類ができるんだよっていうところを押さえてもらえたらなと思っております。 ではどういうことなのかっていうとね、まあ、コミュニケーションって一言で言っても幅広いなとは思ってたんですけれども、まあ、こういうふうに考えると分かりやすいかなと、いわゆるこう分かりやすく会話をする正確性っていうところですね、まあ、こちらどちらかというとビジネス寄りのコミュニケーション、こちら青色の部分ですね、になるかなと、でそれと対局にあるのがこの効率性、いわゆる察して会話。 まあ、あの時のあれって言われた時に、ああ、あの時のあれねっていうのでこう察せれるようなそういう会話ですよね。まあ、そういったものをこうビジネス向けでやっちゃうと少し阻害が起きてはしまうんですけれども、逆にプライベートよりのコミュニケーションではそっちの方がまあ効率がいいですし、あの時のあれって具体的には何みたいな返しをした時に、まあ、人によってはちょっと喧嘩になってしまったり、ね、することもあるので、いわゆるまあプライベートよりのコミュニケーションの本なのかとか。 そういういいことに関してて書かかれているのか、ま、た逆に、まあ、ビジネスよりのコミュニケーションについて書かれているのかっていうところだけでもね最初は頭の中で押さえておくだけでも本の見え方とか、ね、いろんな参考書の見え方変わってくるかなと思います。 では、ね、早速それをを用いいいてて、ね、例をちょっとと挙げてみたいと思います。まあ、こちらコミュニケーション手法を取り間違えるとまずい例ということで、まあ、プライベートよりの会話で,です、ね、よりビジネスよりの正確性を求めすぎるとちょっとまずい会話になってしまうよという例なんですけれども知人 A ですね「このアイスクリームは美味しいよ」ってであなたが「美味しいって具体的に何が美味しいの?」っていう回答をして知人の A さんが「まあ、北海道の牛乳を使っているんだって」って であなた、北海道の牛乳を使っていたらなぜおいしいの何か根拠があって言ってるのって,んてんてんてんってね、まああの、こんな会話したら多分喧嘩起きちゃうんですけれども、まあ、いわゆる極端に書くとこういう例ですよね。いわゆるこうプライベートよりの会話であれば、そこを具体的にはなぜなのとか、なんでそれがおいしいって思ってるのみたいな会話をする必要もそんなにないよねっていうところですね。まあ、改善例として、まあ、知人 A さん、こちらのアイスクリームおいしいよ。ってであなたがそうなんだ、よく食べに行ったりするのでそうなの、とても濃厚でやみつきになる味でって、それはぜひ食べてみたいなと。 今度、休みにそこ連れて行っていいよっていう、まあ、ごくごく自然な会話ですよね。まあ、これぐらいに抑えていくのが、まあ、効率性重視というか、プライベートよりの会話ではいいよねっていうお話になります。で、こちら、コミュニケーション手法を取り間違えるとまずいでということで、まあえーと、シチュエーションとしてはビジネス会話になるところで結構効率性を重視して、あまり具体的に話を突っ込まずに流してしまうとまずくなるよっていう例ですね。こちら、あなた、この前頼んでいた資料どうなった 後輩がいい感じです。であなた、それは良かった。来週頼むよ。後輩、任せてください。気合い入れます。頼もしいな。期待しているよ。こういう会話でですね、まあ普通の日常会話としては、特段間違っていることではないんですけれども、これが本当にこうビジネス、仕事の会話であると、まあ、少しあの具体性に欠けるんじゃないかなっていうところで、こちら、改善例ですねで。あなた、この前頼んでいた来週の金曜日の朝10時から B 会議室で行う新製品の発表資料は完成した。まあこういう具体的な。 指定ですよねで後輩いい感じですであなたいい感じというのは完成していると捉えていいのかなという,こう具体的に聞いている感じですねで。後輩、まだ完成していませんが、来週の木曜日には完成予定ですとで。あなた、資料のチェックをしたいから、来週の木曜日の13時までには完成させて一度共有してねて。分かりましたと。と、まあ、これぐらいですね会話に具体性を持たせれば、あの資料がちゃんとできているのか、であの発表の時までにちゃんと完成したものが揃っているのかというところが、まあ、気づけるかなという改善例になります。 はいそれではですねこれがで一応動画の方は終了になるんですけども最後に皆さんへのお題という形で是非ねコメント欄とかでも皆さんの意見教えてもらえたらなと思うんですけどもこういう場合あなたはどういう返事をしますかっていうところでお題が1つプライベートで知人が待ち合わせに遅刻して30分遅刻してきてごめんちょっといろいろ会って遅れたって言ってきた時のあなたの返事まあねあのコミュニケーションに関しては絶対答え正解っていうものがないので、まあ、それぞれの考えとかでね 自分だったらこう言って答える。僕だったらこうやって答える。私だったらこうやって返事するよっていう皆さんの意見を聞かせていただけたらなと思っております。それではね、今日も一日人との関わり方を意識して過ごしていきましょう。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。じゃね。